みなさんこんにちは、こんばんは。カチョッティのディナです。今日はですね、ショコラップ動画になります。レポの動画になります。今日はですね、月島のもんじゃ焼きに挑戦します。なぜ挑戦かというと、私はまだ一回ももんじゃ焼きを食べたことないです。なぜならもんじゃ焼きはあんまり好きじゃないです。食べてないんですけど何が、なんか見た目はなんかちょっといろいろクチクチテイクはありまして、ね、見たことはあるんですけどね。なので今日は人生初のもんじゃ焼きです。楽しみです。じゃあ行きましょう。月島今から長野川から枝橋で有楽町線に乗って月島に行きます。すごくお腹が空いてるし、あとめっちゃ寒くて、そんな寒くないですけどね。どっち寒ちょっと寒くて、なんかあったかいものを飲みたいよ。日本はですね、こんな寒い時にコンビニで常にホットの飲み物が買えるのは本当に嬉しい。海外はどこもないんですよね。あったかいままでは売ってない、まあ、あるとしたらなんかこういう作るものなんですけど、こんなボトルに置いてあってなくて嬉しい。めっちゃあったかくて気持ちいい。そんなに温度は寒くないんですけどね。外はなんか飲めるのは嬉しくない？嬉しいよねまだですね、行く場所は実は決まってなくて、月島のどこかに行くっていうのしか分からなくて、これから Google マップで探してみたいと思いますが、 Google マップでもんじゃ焼きを打つと、もうとんでもない数のお店が出てきます。トップの評価が高いお店で、一番評価高いところ行く？これは素敵。なんていうんですか、商店街のガラリーこういうのがめっちゃ好き。マーケットみたいな感じになってる。なんで月？あ、月島だから月なんですよね。どういうこと？ここに月があって、なんかトルコの何かのシンボルかと思って、あ、ここ月島だったねって。なんかすごいトルコっぽくない？ごめん、行ったことないんですわ。この素敵な商店街にありますね。さっき調べた場所どこなの？名前はちょっと難しいよ。月島名物もんじゃだるま。名前はいいんよ。だるま名前はいいんよ。場所よ。場所？名前聞いてもわからんから。なんかめっちゃ良くない雰囲気。なんか島感が伝わる。あと本当に島がいいですね。楽しい。そうみんな。俺ら楽しくなさそうみたいな。いや一番楽しんでるよ。あ、これじゃん。シナノヤもんじゃ。全部もんじゃ焼きなんですけど、全部。これだ。待ってる人も多いね。どうする？どうしよう。ダメでした。ここはですね、まだ入れるかどうかわからないんですけど、このもんじゃ焼きさんはすごすぎて、お好み焼きじゃなくてもんじゃ焼きの販売機もある。なんかすごくない？ここに出てくるの？なんかやってみたい。冷凍食品だって。冷凍か。じゃあ帰りでいらないなここ入ってみる。違うとこにしよう。ちょっと今入れそうなお店を見つけたんですけど、まだ撮影許可は聞いてないです。OK、 じゃあここに入ります。じゃあですね、メニューを見てみたいと思います。マグロがある。オリジナルもんじゃクリームクラムチャウダーのもんじゃ焼きがある、特製バク転のもんじゃ焼きと明太子のチーズのお好み焼きにしたいと思います。生ビールが来ました。これがすごくあったかくて気持ちいいなって言いたかったんですけど、ビールが来ちゃったので乾杯しよう。乾杯しよう。超久しぶりのビール。一回も2ヶ月間以上はビールを飲んでないね。もっと長いかも。もんじゃ焼きは美味しくないと困る。で、明太子チーズのお好み焼きは絶対美味しいと思う。じゃあこれが来ました。明太子もちチーズのお好み焼きです。
だけどこれはどうやって作るかわかんないんだよね。めっちゃ美味しそう。明太子いっぱい入ってない？見てこの明太子の量が多い。多い。こっちも来ましたね。え、ここもシーフードの量がすごくない？すごい。ねえ。なんかここに入れ方があった。油を引いてから焼いてくださいって。油？これ油？やっぱり入ってこげな。こうやって。これシーフードすっごく美味しそう。シーフード。おお。はい。キャベツも入れるよね。私も好きなキャベツ。なんかすっごい大きいホタテが入ってる。ホタテ大好き。ホタテな。こういうスタイルはね、やっぱ日本しかないですよね。セルフで自分で作る。なんか最初は初めてこのスタイルっていうのは行った時に焼肉でした。結構驚きました。これ自分で作るんやってすごい楽しい。もともと私そういうのが好きで、じゃあ家でもうちょっと作ってくれる。めっちゃ健康に良さそうじゃない？シーフードとキャベツ、匂いがいい。あーいいね。あ、溢れた。楽しいなこれ。なんかあれみたい、砂で遊ぶ、遊ぶみたいな感じ。やめろ。美味しそうかな。匂いはいい。ではですね、早速食べていきたいと思います。いただきます。シーフードがたっぷりでいい。これマジでめっちゃ美味しくない？止まらないんだけど、もっと食べたい。だってね、多分健康的なので余計に美味しく感じる。悪いもの何も入ってないじゃん。ただキャベツとお野菜とシーフード、めっちゃ美味しい。見た目は全然不健康に見えるんですけど、味はねすごい健康でさっぱり。あと私のホタテ大好きな。ホタテ。あーやばい、映った。ホタテな。ホタテ食べます。サンドウィッチマンのネタでしか聞いたことないってコメント来てたから。じゃあこれをいただきます。やばい。食べて。マジで超美味しい。やば、落ちた。そういうことになるでしょ、自分で撮ったら。うん、めっちゃ美味しくない？すごい、もう視聴者さんにもこうやってあーおにしたいぐらいめっちゃ美味しい、ホタテ。その上に海苔があるじゃない、結構その海苔があちこちこ入ってて、めっちゃこうアクセントがいい味なの。海苔のアクセント、これを食べてみたいんだよね。わかる？焦げたところ。チップスみたい、チーズチップス。あ、なんかめっちゃいい感じに焼けてきたよ。カリカリ。あ、今のピースはイカがたっぷり入ってる。中はたこ焼きじゃん。イカがね、イカ、いや、たこ焼きはたこや。間違えた。ライオンでこうですよ。もんじゃ焼き完食です。
めっちゃ美味しかった。もんじゃ駅はなんでここのエリアにそんなにあるのか理由が分かった。本当に美味しい。びっくりした。月島に来た時にすごいいっぱいあってじゃん、もんじゃ駅あっち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 全部もんじゃ駅やってんで、天に美味しいのかなって思ったんですけど、今は分かりました。めっちゃ美味しい。続いてはお好み焼きを焼いていこうと思いますけど、同じやり方ですよね。同じやり方ではない。明太子や混ぜると。ここで。めっちゃ暑い。サウナに入りながら食べる。面白くないよ。これすっごい美味しそう。うわ。めっちゃワクワク。やってみるね。お願いします。なんか可愛い。できるかな。なんか難しいな。ちょっとだけ失敗しちゃったけど。あ、まあまあギリギリセーフです。ギリセーフ。はい。すごいいい匂いしてる。すっごいめっちゃ明太子が見えるの。見て、もうブツブツブ入ってるね、明太子。しっかり。何もつけんの？つけるか。え、ちょっと今のはちょっとびっくりしたことがある。俺は、あ、終わりや。何もつけんのにびっくりした。え、これ餅が入ってるの？餅は先週から見えてたよ。それ餅じゃなくて大根だと思ってた。ちょっとだけね。ちょっとだけ。ちょっとだけ。そういう感じじゃないの？あれ？マヨネーズ。なんかめっちゃ飛んだ。じゃあいただきます。めっちゃ見られる。これやばい。カニ、この味は完璧。マジで美味しい。チーズと餅があって、まあ、それにプラスいろんな大根じゃん。もちもちしてる。餅が入ってるから。そうこれは本当にめっちゃ美味しい。いろんな味がこう混ざっていて相性抜群。ビールとマジでこれは早く食べた方がいいよ。食べる？本当に美味しい。撮ってる？ちょっと見てください。これめっちゃ映えじゃない？超映えてる。あー、もちもちで幸せだ。いただきます。やばい、もうコメントできない。すっごく美味しい。何の味に似てるって言ったら難しいっすね。自分のハードル上げて。外はカリカリしてて中は柔らかくてもちもちして美味しいです。これはスーパー美味しい。感動、もう涙が出そう。こんな美味しいもの煙を浴びたら。明太子は初めて食べたのは日本だった。なんかびっくりした。味は結構しょっぱくて濃くない味は。新鮮な感じですか。食べた時明太子大好き。でも一番大好きなのはチーズ明太子のだし巻き卵。あれね、あれを作ってきたは天才だと思う。本当にもう毎日食べたい。もう食べるの言いながらめっちゃ最後の一口めっちゃ見られるんだけど恥ずかしいな。最後の一口です。いただきます。でかいな。やっぱこんなスタイルで自分で作るんじゃないですか。作った後にここに残るじゃん。一口一口はめっちゃもう焼きたてみたいな感じはめっちゃ好き。じゃあごちそうさまでした。美味しかったです。じゃあ皆さん、今回はですね終わりとなりました。今日のお好み焼きはすごく美味しかった。こちらの
バク転というところでしたね。すごい美味しかった。ごちそうさまでした。今日のもんじゃ焼きめっちゃ美味しかった。作ってるのは日本人じゃなかったけどね。言うな、それだけは言ったらいかん、次回はまたいろんな料理を食べに行きますので、まだまだ食べてない料理がたくさんあるので、皆さんぜひ次回の動画をミスしないようにチャンネル登録をお願いします。じゃあ今回はものく光が神様の光、皆さん今回も最後までめっちゃポジティブやん、見てくださってありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。